どうも。はい、今回ですけども、今週ですね、7月の1日土曜日ですね、シュプリームウィーク19ですね、ドロップリスナーがやっと出たので、そちらを見てみたいと思います。はい。で、まあ一応商品の、ラインナップ見ましたら、なんかえらい少ないなということで、なんかこのラインナップ見るとなんかもう終わり感が出てるんですけども、どうなんですかね。まあ今日、今の時点で木曜日の朝になりますんで、木曜日の朝で全然出てないんで、いかがなものかって形で、まあ今回一応サングラスがメインで、まああとはレギュラー商品がちょろっとあるような感じですかね。はい。ではちょっと早速見てみたいと思います。で、今回サングラスが5型ですね。ありまして、まず最初の1点目がミーズサングラス。お値段29,700円。はい。で、続いてがノミサングラス。お値段35,200円。で、続いてがエルムサングラス。47,000円。これ高いですね、結構。はい。で、続いてがキーサングラス。お値段29,700円。で、最後がコルソサングラス、35,200円。まあ、結構ばらつきがありますね。ものによっては。はい。ということで、こちらでサングラスは以上ですね。まあ、おそらくサングラスは毎度出てますし、まあ、おそらく買いやすいんじゃないかなって気はしますかね。はい。で、続いてレギュラー商品ですね。見てみたいと思います。で、デニムキャンプキャップ。お値段8,800円。で、続いてがストロベリーキャンプキャップ。お値段9,350円。で、続いてがドルフィンタオル。15,400円。結構しますね。これビーチタオルなんですかね。結構大きいタオルですかね。で、最後が一応アイウェアスケートボード。お値段13,750円ですね。で、一応今のところ、この木曜日の朝の出てる時点ではこれだけですね。いや、なんかえらい少ないな。全部これ出てるのかなと思ったんですけど、一応、ルックブック見てみると、まだ出てないやつが多少あるような気はするんですが、まあどれがっていうのはちょっとピンポイントに、ちょっと発見できないんですが、まあ今1個これで見てるのでパッと発見したのが、なんかこのターボライターみたいな、そんな多分出てないような気がするんですよね、まだ。これとかちょっと気になったりとかはするんですけど、これ確か出てないよな、まだ。間違ってたらすいませんけど、一応まあ毎回ドロップリスト動画出してるんで、多分これ見たことないような気がしますけど、どうなんですかね。まあほぼもう今、今回ウィーク19なんで、まあ終わりに近づいてるのは間違いないですが、まあダンクとかも、なんか秋冬に伸びたですとか、なんかそういったリークが出てますけど、どうなんですかね。はい。まあ、今週も、まあ、多分普通に買いやすいんじゃないかなと思いますので、まあ、欲しい方に関しては、まあ、かなり買いやすい週かなと思いますね。まあ、全体的に、まあ、結構、まあ、ブームが去ったっていうか、下がって落ち目なのかなっていう感じはしますね。結構、VF コーポレーションに買収されてから、一応、たまにちょっとチェックしたりするんですけど、VF コーポレーションの株価がばっか下がりなんですよね。めちゃめちゃ下がってんなと思って、で、ちょっと遊びで買ってみたりとかしてみたんですけど、はい、まあ、割と配当、利回りとか、まあまあ、高いんで、どうかなと思って買ってはみましたが、どうですかね。復活するのかなとか。まあ、あとは、スニーカーとかもですね、もうかなり、だいぶ冷めてるっていうか、もう全然欲しいと思わなくなりましたし、で、まあ、あとまあ、値段自体も上がってきてはいるんで、どうかなと思って、で、結構いろいろ SNS なんか見ると、スニーカーショップも、まあ、結構やっぱ海外から来たスニーカーショップが撤退してったりですとか、まあ、ちょっと本当にブームが去ってきてるのかなという感じはいたしますかね。はい。なんでまあ、結構なかなか、どうですかね。もう今まで本当2、3年前はもうプレネでも買ってたけど、なんかもうそれすら思わなくなってきましたね。なんかもう時の流れって怖いですね。はい。ということで、こちらで以上となります。はい。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、さようなら。